学校法人大館ホテヤ学園は、大館ホテヤ子ども園、大館ホテヤ第二子ども園、病後児保育エンジェル、児童発達支援事業所万博広場を開所しています。子ども園では0歳児から就学までのお子さんを養育・教育する施設です。遊びを通していろいろな行事、地域の皆様との交流、小学校との連携、食育活動を身近に経験することにより、生きる力を養うことを目標に、毎日子どもたちと楽しく過ごしております。日常では体操教室、英語を園生活のアクセントに取り入れたり、夏場のドロンコ遊び、冬場の園庭での雪山遊びなど、子どもたちがたくさん考え、そして展開できる遊びをしております。また行事として高齢者施設への訪問、敬老会への参加など、地域の方々との交流も盛んです。就学に向けて小学校との連携も欠かせません。今年は城西小学校のフェスティバルへの参加をしました。学園で一番力を入れているのが食育です。それぞれの園で畑を持ち、枝豆、じゃがいも、さつまいも、人参、大根、なすなどたくさんの野菜を栽培して、自園の給食に取り入れたり、親子で体験する親子クッキングで食しております。毎年春には3歳以上が金槌を持ち、椎茸の菌を植えて秋の収穫を目指しています。パン作りも楽しみな活動の一つです。病後児保育エンジェルは、小学校6年生までのお子さんを個別でお預かりしております。保育教諭と看護師の連携のもと、お子さんの健康回復に一役買っています。児童発達支援事業所万博広場は、高校3年生までの発達障害のあるお子さんを放課後、長期休みなどに送迎付きでお預かりします。それぞれの事業所で専任のスタッフがお子様をお預かりしております。笑顔あふれる元気いっぱいの子どもたちが毎日楽しく過ごせる、そんな施設を目指しています。はい、周りのサポートがあったのでスムーズに取得することができました。はい、どうしても子どもがまだ小さいので、朝からお熱があって休まないといけない日だったり、お熱があるのでお迎えお願いしますって子どもの園から電話が来る時もあるんですけども、そういう場合でも職場の理解があるので、急遽お休みをいただくこともできていますし、すぐに早退できる環境であるのでとても助かっています。園長先生をはじめ同僚の先生たちにもとても話しやすい雰囲気です。家族の状況を普段の会話の中でこう自然に話せる環境にあるので、何かあった時には理解を得られやすくてとても助かっています。はい、将来結婚や子育てを考えているのであれば、給料だけを見るのではなくて、その会社の支援の仕組みにも注目してお仕事を選んでほしいなと思います。今現在育休中なんですけれども、上の子の時も、今下の子生まれたんですけれども、下の子の時も1年間取ることができたので、スムーズに取ることができました。夫やあ
と自分の親にも協力してもらってます。あとは保育園の方でも協力してくれるので早めに早退してきたりと助かってます。とてもしやすい雰囲気です。先生たちも仲がいいので自分の子どもの子育ての悩みとかも話できる雰囲気なのでありがたいです。もし今後こう子育てを考えているのであれば子育て支援とかそのような点で働きやすい職場で働くといいんじゃないかなと思います。当法人は小学校就学までの子どもに対する保育および教育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う大館ホテヤ子ども園と大館第二子ども園という認定子ども園施設を市内2カ所で運営しています。認定子ども園では自分らしさを発揮し輝ける子ども、優しく思いやりのある子ども、心身ともに健康で元気な子ども、これを保育目標として掲げ、職員一同日々の保育に勤しんでおります。子どもは将来の社会を形成する上での大切な宝です。子どもたちの初めての一つを大切にしたいと考えております。働きながら子育てをするのは大変な時代です。みんなで知恵を出し合ってサポートしていくことは大切なことです。育児休業や介護休業制度も導入しながら生涯を通じて働ける会社だと自負しております。